皆さんどうもこんにちは、マイピカです。今回はですね、ファイファインさんから提供いただいたピンマイクですねの紹介をしていきたいと思います。はい、このピンマイクを使ってゲーム実況を撮ったりとかですね、あとですねフルフェイスのヘルメットかぶってバイクに乗って撮ってきたりしたので、音声テストもねしてみましたんで、もしよろしければ最後まで見ていただければいいかなと思います。それではね早速紹介していきたいと思います。はい、で箱はこんな感じになってますね。はい、ピンマイクね、僕アマゾンで200円ぐらいのものを持ってたんですけども、これにねこれ確か2500円ぐらいかな、安売りしてるときはね2000円で買いますね。はい、で説明書がこんな感じになってます。はい、で説明書はですね日本語で分かりやすく書いてくれてるので、これは結構いいかなと思いますね。あの英語しかない説明書もねあるんでね、日本語で書かれてるのはいいかなと思いました。でマイク買うとね結構な頻度でついてくるこのねケースですね。はい、これも結構黒でね結構かっこいいねやつかなと思いますね。はい、開けるとこんな感じですね。まあ、やっぱり線が細いんで、まあ存在に扱うとねこれ線がね断線したりするんで、こういうところにね入れて、持ち運べるっていうのはねやっぱしいいかなと思いますね。でアマゾンの安いやつ買った時にはねケースついてなかったですからね。でこれがですねピンマイクになってますね。クリップがねついてますね。はい、なので服とかに留める時にもやりやすいですね。で、こちらがですねコードになってて、コードがですね結構長いですね。ただこういう風に、マジックバンドみたいなやつで止めれるんで、これは結構いいかなと思いました。これついてないやつもあるんでね。はい、でこれが付属品のですねクリップがもう1個ついてるところがいいですね。あと3つこういったねカラーのね、赤とオレンジと黒かなっていうやつもついてますね。これでまあ着せ替えるっていう感じになるのかな。はい、はい、でさっき長いって言いましたが、これねさらに延長コードもついてますね。はい、なのでこれ両方つけるとですね 3.5 メートルまで、伸ばせますね。はい、はい、で早速ですね、取り付けていこうと思います。で、つけるのはですね GoPro Hero 9につけようかなと思いますね。 GoPro Hero 9はですねこういったアタッチメントいるんで、これ買わないといけないんですけどもね。はい、でこのマイク端子のところに挿すっていう感じになりますね。で取り付けはめちゃくちゃ簡単で、ここにね、線挿すだけですね。はい、これでまあ先ほどのねコードをつけるっていう感じになりますね。はい、でこれですねかなり、奥まで刺さないと音がね全然収録できなくなるので、ちゃんとね、ついてることをね確認しないといけないですね。はい、はい、でピンマイクはですね、ややですねちょっとこれね固めになってますが、その分ちょっとがっちりね服とかに、つけられるかなと思いますね。はい、それではですねバイクに乗って、収録してみましたんで、聞いていただければいいかなと思います。バイク映像はねフル HD で撮ってるんで、そこはねちょっとご了承いただければいいかなと思いますね。ちょっとね、まあ、音声の方を聞いていただければいいかなと思います。よし、ちょっと右折はい、ということで、今ですねマイクのテストをしています。はい、ファインファインさんのファインファインの、マイクですね。はい、どのように聞こえてますでしょうか。フルフェイスのヘルメットですねをかぶってます。はい、いかがだったでしょうか。まあヘルメットかぶってるということもあってね、まあ、ちょっとこもった感じは出てますが、まあそれは他のピンマイクでも一緒なんでね。はい、でまあわりかし普通に聞こえるね、クリアに聞こえてますし、特に問題ないかなとは思いますね。はい、やっぱ安いマイクと違ってクリップがね頑丈になってるっていうことと、あとはですねこのねマイクの上の部分についてる黒い部分ですね、ここもちょっとね、高級感が出てるというか、安いやつよりかはね、いいものを使われてるかなという感じですね。はい、で続きまして、こもった感じの音だけだったらわからないと思いますんで、ゲーム実況も一応撮ってみました。はい、ゲームで使うとどうなるのかっていうのも見ていただければいいかなと思います。皆さんどうもこんにちは。はい、ゲーム実況はこんな感じですね。バックでさ BGM 音鳴ってると思いますが、こんな感じで聞こえてると思います。はい、ちょっとやってみましょうか。ロード、まあまあこれはデイリーチャレンジは行って進行中のゲームを終了しますが、はい、でこれでやって、まあ、効果音とかがどれぐらい聞こえるかっていうのをちょっと見てみましょうか。はい、音量もね普通にでかく入ってると思います。はい、こんな感じですね。もう冒頭しかしないですよ、ね、こんな感じ。武器振って音とか聞こえてますかね。これこんな感じですね。なんか久しぶりにゲームやるから全然覚えてないけど、こんな感じですね。敵とか出てきて、この音とかもこんな感じですね。
何これ、こんなんできてんの。いや、やべ、なんか敵入れてきた。こんな感じですね。はい、でこれで音が聞こえてるかどうかですね。よいしょ、クリアに聞こえてますかね。はい、ということでいかがだったでしょうか。はい、この手のピンマイク、どのメーカーのやつもそうなんですが、やっぱピンマイクってね、入力レベルがやっぱし低いっていうこともあって、マイクロホーンアンプとかマイクプリアンプっていうのをかませれば音量をね上げつつノイズも下げながらね音量を上げるっていうことができるので、そういうやつを使えばね普通にもっとクリアに聞こえるかなと思いますね。多少ちょっとノイズね拾ってるかなとは思うんですが、今ちょっとねマイクプリアンプ持ってないので、もしそれを買えばねもっとクリアに撮れるんじゃないかなと思いますね。まあゲーム実況でも問題なく使いましたね。はい、僕昔ゲーム実況の時ピンマイク使ってたんで、まあ、かなり懐かしいなと思いながら、撮ってました。はいはい、で今回はですねバイクとゲーム実況で使ってみましたが、他にもねいろいろなもので使えますね。 iPad に使えたりとかノートパソコンももちろんいけますし、あとカメラとかパソコンとかですね、まあ今回パソコンに挿しましたけどもね。はい、で変換ケーブルを使うとですね、あとスマホとかにももちろんね収録することができますね。でこれ自体もかなり重量軽いんで、やっぱ本格的なマイクってなってくるともうちょっと重いですからね、かなり小型軽量でいきたいということになるとねこれいいんじゃないかなと思いますね。で延長ケーブルもついてるし、まあねすごい離れててもね収録できるというところはいいんじゃないかなと思いました。はいはい、ということでいかがだったでしょうか。まあ2000円ぐらいで安売りしてる時には買えて、定価でも2300円ぐらいで買えるんですけども、このね値段の割にはねめちゃくちゃ充実してるでしょ。ほらマイクのねスポンジが3つ付属でついてきたりとかね、予備でね、で、マイククリップも予備で1個ついてるんで、これは結構いいかなと思いますね。あとポーチもついてるし、うん、で延長コードまでついてますからね。はい、もっと安いやつだとね何もなかったりとかね、もうラベルマイクだけみたいなそういうのもあるんで、まあ、これだけ充実してるし、しかも日本語の説明書も書いてるっていうところは、まあ、ポイント高いかなと思いますね。で今後ですねバイクに乗って、音声収録するときは、まあ、ヘルメットかぶった状態でね、その時はですねこのマイク使っていこうかなと思ってますんで、まあ、もしよろしければね今後の動画も見ていただければ、バイク乗ってるやつ見ていただければ、このね、どんな音声で撮れてるかっていうのはよりね長い動画でわかるかなと思いますね。はいはい、でマイクっていうとねショットガンマイクみたいなものもあるんですが、ショットガンマイクって基本的にそこのピンマイクよりも結構高いんで、まあコストパフォーマンス重視っていうんであればね、この画像のようにちょっとまあ優先にはなってしまいますが、こういう風にね収録することもできるんでね、スマホで簡単にね、うん、でちゃんとケースもついてますし、まあ、ショットガンマイクね高いやつだと数万円とかしますから、それが2500円とか2000円ぐらいで買えるんで、これはね結構コスパがいいんじゃないかなと思いますね。はい、であとはリモート会議とかズームとかでも、使いますし、まあ最近ねマイクとかも売れてるみたいなんで、まあ検討されてみてはいかがでしょうか。はい、ということでですね、今後ともですねいろんなバイク乗ったりとかいろんな商品のレビューとかしていこうかなと思ってますんで、もしよろしければ高評価とチャンネル登録していただければいいかなと思います。ということでどうもお疲れ様でした。ありがとうございました。